日本近畿地方大阪府大阪市中央区高来橋。高来橋は、大阪府大阪市中央区の東横堀川に架かる橋。または、東京西め伊勢の町名。大阪城追記に際して、西相構え堀として、東横堀川が開作され、その際に佳境されたと言われており、慶長9年8月名の義母子が発掘されている。京名の由来には、東爪付近に、 南馬高来館が置かれていた説と、朝鮮国史来庁のために加強された説などがある。明治3年には、大阪で最初の鉄橋に掛け替えられ、黒金橋などと通称された。設計は、元気少蔵で、資材はイギリスから輸入されたが、当時の日本の契約に対する認識不足により、当初の2倍ほどの価格を完成後に追加請求され、外交上の問題にまで発展した。 昭和4年には大阪市の第一次都市計画事業の一環として鉄筋コンクリート製のアーチ橋に掛け替えられた。大阪に中にあった抗議橋の一つで、かつて高麗橋周辺は豪商の店舗が立ち並び、日本第一の省と大阪の富が集中する、まさに大阪の心臓部であった。江戸時代には西爪に、 考察場が設置されており、明治初期にかけて京街道、中国街道、安越奈良街道、紀州街道、亀岡街道などの起点が順次、高麗橋に変更され、明治政府は高麗橋東沈めに離定原票を置き、西日本の道路の距離計算の起点とした。離定原票は、その後、旧道路法施行の対象8年に道路原票となり、 大正11年に中野島の大阪市役所前に移され、道路法志向の昭和27年に梅田新道交差点に移された。昭和40年の阪神高速1号環状線、南行きの開通によって、頭上を高速道路の高架で覆われるようになり、東詰め付近で高来橋入り口への入り地が交差するようになった。王子の面影は薄れ。 現在の高来橋は立ち並ぶ地味なビルの谷間に埋没した格好である。現行行政地名は、高来橋1丁目から高来橋4丁目。船場の内北から3番目の町で、北は今橋、南は伏見町、土庄町、東は東横堀川を挟んで、北浜東、東高来橋、西は西横堀川跡の阪神高速1号。 環状線期待機を挟んで西区江戸堀とそれぞれ接する。高来橋一交差点には、高来橋の村ビル、三井住友銀行大阪中央支店などの近代建築があり、以前には三越大阪店もあった。他には2丁目に両邸、吉兆の本店がある。利点原和跡石文が立つ高来橋東詰には、 阪神高速1号環状線の高麗橋入り口がある。1872年まで、現在の3丁目と4丁目の内戸部池筋引く、御堂筋館は商人町、御堂筋から御礼筋館は四軒町、御礼筋伊勢は大津洋町、西横堀川沿いは七郎江門町一の二丁目という町名だった。江戸時代以来の高麗橋一の三丁目には五福屋、 両替屋や、紙屋、空虫屋などが集積していた。特筆されるのが、越後屋の存在で、明治以降に三越と三井銀行、さらには三井物産となっていく。銀行は他にも、第一国立銀行大阪支店、第34国立銀行、第130国立銀行が設立され、高麗橋通りは銀行街へと変貌した。 1962年に埋め立てられた西横堀川には筋貝橋が架橋されていた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 大阪府大阪市中央区の町邸、ア一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、高来橋の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、総務省、 2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果。 総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。AB、日本新四六、第38版大阪を、を、かのぶ78ページ。2019年10月19日閲覧。ABC、日本新四六、第39版大阪市のブ130ページ。 2018年6月2日閲覧。人事更新録第11版上市75ページ。2018年2月9日閲覧。ありがとうございます。